萌えのあずきは、日本の女性アイドルグループ、選ばれしメンバー、大食いタレント。元祖、大食い王決定戦五代目爆食女王、日本酒文化大使、2016代ワンナツの美食大使、ネクスコ、東日本 SAPA グルメアンバサダー、2017、ベストカレーパニスト、アイドル部門。同志社大学経済学部卒業、永遠の16歳。東京、 秋葉原にあるアイドル育成型エンターテインメントカフェ、秋葉原バックステージパスで時給1000円で働くカフェキャストから選ばれ、アイドルキャストとして活動を開始。セレブ出身のセレブアイドルとして知られ、趣味は株式投資、食事は1日4食で、好きな食べ物はフランス料理、大トロ焼肉。声優でアイドルの小倉優衣とはプライベートで食事へ行くなどの進行がある。 2014年1月にテレビ東京系列で放送された元祖大食い王決定戦全国10段新城発掘戦では大阪出身ではあるが青森大会の地方予選に参加して優勝し東京で行われた決勝戦に進んだ2014年3月30日放送元祖大食い王決定戦爆食ニューヒロイン誕生戦には 番組推薦枠をかけた戦いに勝って本戦に出場。ハワイで行われた決勝戦まで進み、第3位になった。テレビ、東京製作のバラエティ番組、腹ペコ。なでしこグルメ旅では2014年4月期以降、準レギュラーとしてたびたび出演している。阪神タイガースのファンで甲子園球場でビールの売り子バイトをしていたことがあった。 今でも、燃えあずと書かれた、自分の誕生日の2月1日にかけた背番号21の応援ユニフォームを着て、観戦に行くことがある。資格取得に熱心で、温泉ソムリエ、野菜ソムリエフードアナリスト4級、日本魚検定、うどん検定3級など食べ物に関するものが多いが、他にも1級小型船舶操縦免許。 基礎検定などの実用的なものから、伊賀忍者検定3級カッパ捕獲許可書など、ネタ的なものまで幅広く取得している。これらの資格は、すべて一発合格している。日本魚検定を受験した際、取材に来ていたニコニコ生放送、釣りマニアという番組のインタビューを受け、プライベートで取材を受けたため、アイドル活動をしていることや、名前等を言うことなく、 一般の受験者として放送された。ブログは2013年以降1日1回は必ず更新している。2014年4月からアメーバオフィシャルとなり、本人曰く9割が食べ物の話題であり、どんな話題の内容でも必ず何か一つ飲食物の情報を書いている。2019年3月25日 YouTube チャンネル、萌えのあずきを 開始2021年2月15日サンリオキャラクター、シナモロールとコラボした、燃えらず、シナモロールグッズを発売、同年6月1日には、ラフォーレ原宿、ミルクミルクミルクにて、も、エキュン、コラボカフェを、期間限定で、オープン、好評さを受け系列店である神戸の、グルマンディーズにても7月1日より急遽開催される、ことになった。 2021年3月28日 TikTok 萌えのあずきを開始モーニング娘に憧れてアイドルに興味を持つ。他に松浦綾などツンクプロデュースのアイドルはみんな好きだった。同志社大学に進学したがアイドルになる夢を諦めきれず2011年にツンクとちくらちよまが立ち上げようとしていた秋葉原バックステージパスのアイドルキャスト募集を ネットで知り、大阪からオーディションに応募する。この時、自分は必ず合格できると信じ、合否が出るのを待たずに、東京での住まいを契約した。2012年3月13日に、バックステ外館内一丁目1.5期生として、アイドル活動を開始する。アイドル活動と同時に秋葉原、バックステージパス店舗でのカフェ店員としての業務も、 あるが、入ってから2年経過しても病欠をしたことがなく、働き始めた頃はほぼ毎日出勤していた。そのために疲労から一時期声が出なくなってしまったことがあったが、欠勤することなく、筆談でカフェ業務をこなした。2013年9月2日に、メジャーサードシングル、オーマイディスティニー選抜メンバー発表会で、びっくりはにて念願の選抜入りを果たし、さらに、 カップリング曲、アイドルがクラスメイトなのに気づかない君たちは、上弱をつでしょで、初めて歌唱ソロパートを与えられる。このメジャーサードシングルリリース時期に行われたグループとしても初の全国ツアーにも全公演参加する。2014年5月8日に、ワーナーミュージック、ジャパン枠として、メジャーフォースシングル、青春クロニクル、ハリネズミとジェリービーメインメンバーとして選ばれる。 メインメンバー発表会では、大食い女王としてのメディア露出と注目度を先行理由として挙げている。バックステソドカンダ一丁目メンバーのユニット制に伴い、2014年9月14日に、4チームあるうちのレクレーションチームに振り分けられる。その後ユニットメンバー再編成により、2016年1月11日に、 フードカルチャーチームへと所属変更になるが、ユニット制度時代の見直しによって、同年12月27日をもって、ユニット解体となる。2016年3月3日、秋葉原バックステージパスとしては、初のメンバー固定ユニットとなる、選ばれしのメンバーに選ばれる。 2016年9月29日、秋葉原バックステージパスの審議会発表において、以後のグループ内ランキングバトルから免除され、在籍中は CD ジャケット無条件掲載となるレジェンドアイドルキャストとして認定される。ユニット活動の方針転換により2017年12月31日をもってバックステ外勘大一丁目を卒業となり、 アイドルグループ活動としては選抜ユニット、選ばれし1000人となる。しかし店舗である、秋葉原バックステージパス所属は引き続き、継続されるが、芸能所属事務所としては2018年9月より、アミュレート所属になる。2019年、レジェンドアイドル特典の一つとして、ソロシングル、も、エキュン、を CD リリース、2月14日に秋葉原、バックステージパス店舗にて、 先行販売され、3月6日にネットショップ、発売された。2020年2月5日、ソロとして2枚目のシングルとなる、バイバイチョコレーツを、スタンドアップ、レコーズレーベルからリリース。上記の、も、えきゅん、が、インディーズレーベルであるため、このシングルが、メジャーソロデビューとなった。高級なレストランでの食事会や、クルーザーやリムジンを貸し切って、友人とパーティーする様子を、 ブログで紹介したことなどでセレブキャラが根付く。回転寿司や牛丼屋には上京してアイドルになるまで入ったことがなくカップラーメンも TV 番組の企画で生まれて初めて食べた。実家で家族と生活していた時は毎年数回は海外旅行に出かけ年末年始も海外で過ごすのが定番だった。また大学時代にカナダのトロントで1年間の留学経験がある。 個人で株を複数所有しており、株主優待サービスを楽しんでいる姿を時折、ブログで披露し、時間がある時には株主総会にも出席している。高校の授業で興味を持ち、両親が株式投資をしていた影響もあり、10代の頃にスターバックスの株で投資デビューを果たす。家族全員がよく食べる家計だったため、自分が特に大食いだという自覚がなかったという。 世間から大食いとしてまず知られるようになったのは2012年10月19日26日に放送された東京 MX ツンツベ番組内の企画ツンツベ大食いアイドル選手権でこの大会で2時間中に秋葉原バックステージパス店舗13メニューを完食し2位以下に圧倒的な差をつけ優勝するそしてこの食べっぷりを見たツンクが あいつは本家に出れるねと発言し、後の元祖、大食い王決定戦出場へとつながる。2013年9月28日放送の元祖、大食い王決定戦新。最強伝説大阪予選にて、初めて元祖、大食い王決定戦に出場する。炎天下の屋外での男女混合戦で、上げたての、 黒ニ肉クカレーパンを30分で25個を食べて4位になったものの本戦に進出することはできなかった。2014年1月1日放送の元祖大群用決定戦全国10段新城発掘戦では青森予選を突破し決勝戦へ進んだ。本人としては地元関西の市外予選に出場したかったが所属している 爆ックステ外噛んだ一丁目のライブツアーの日程と重なっていたため、スケジュールの合う青森予選での出場となった。2014年4月からは、TV 初主演で、初レギュラーとなる HTV、食べる女放送開始や、大食い企画で、週刊大衆ビーナスでの雑誌連載開始、さらにテレビ東京、腹ペコ、なでしこグルメ旅にて、大食いなでしこメンバー入りし、 大食いタレントとしての活動も本格的に始める。今まで満腹になった経験がなかったが、仕事として過酷な大食い企画を重ねるようになって、初めてお腹いっぱいでもうこれ以上食べたくないという感覚を味わったという。2014年9月28日、男女混合戦において、準優勝という記録を残した元祖。大食いを決定先進世代最強戦。 放送後には、ブログアクセスが47万5000に上り、翌29日のアメブロ女性アイドルランキングで3位を記録した。2015年3月29日に放送された、元祖、大食い王決定戦新爆食女王襲名戦にて優勝し、これにより、ギャル曽根から続く第5代目女王として正式に認定される。 素人参加から番組で注目され大食いタレントへ転身するケースは多いが、初回から芸能人として参加して優勝までたどり着いたのは番組でも初めてのケースである。2016年4月3日に放送された爆食女王新時代突入戦でも優勝を飾り、爆食女王史上3人目となる2連覇達成を成し遂げる。 この大会をもって22年間続けた司会の優待を表明した中村雄二から最後の優勝考慮を受けた大食い王となった。2017年5月14日放送の爆食女王女たちの下国上戦記では特別招待選手として三代目爆食女王の正司祐子が参戦し新球女王対決が実現した結果萌野が優勝をし女王戦3連覇を達成する。 このハワイでの決勝戦の場に、ツンクが応援に駆けつけており、アイドルそして、大食いタレントとしてのきっかけを与えてくれた恩師である、ツンクの激励がより励みになったと後に、ブログで語っている。台湾でも、日本の大食い番組が人気で、台湾交通部観光局が行う、2016年台湾下市235キャンペーンにて、同キャンペーンとしては、 初の外国人タレント企業となる夏の台湾観光美食大使に任命される2016年7月19日に観光局の劉麒麟副局長と共に台北市内で記者会見を開き台湾国内各種のマスメディアが報じた主な大食い記録としてワンコスバ900杯卵かけご飯 7kg ウェディングケーキ 5kg などがある 2019年3月25日に YouTube チャンネルも絵の小豆を解説、主に大食い動画を投稿している。チャンネル開設7ヶ月後の10月には登録者数20万人、2020年8月には1年5ヶ月弱で50万人、総動画再生回数も2021年1月27日に1億回再生を突破している。 動画撮影には所属アイドルのメンバーや大食い仲間の手助けを借りることも多いが、撮影、編集、撮影場所となるお店との交渉も基本的に本人自らが行っている。編集は自宅のほか、仕事の移動中や楽屋での待機中に行われている。そのため撮ってからかなり時間が経ってから公開するものがあったり、公開する順番もバラバラになっている。 もともと機械操作には不慣れなこともあり、初期の動画の中には音声や画質の不具合があったり、過去には最後まで撮った動画が撮影直後にデータがクラッシュしてしまい対応できず送られ時にしてしまったこともある。プレゼントでいただいたカップラーメン一箱を食べる動画を撮った時も全て食べ終わって確認すると気づかぬうちに、 カメラが途中で止まってしまい撮れてなかったので自ら同じものを購入して撮影したが再度失敗し結局動画を撮り終えるまでにカップラーメン3箱分同じものを食したという試行錯誤しながら現在はトークやテロップがほぼなくカットも最小限にした一人で黙々と笑顔で食事する動画スタイルをメインにしており他の大食い YouTube 動画との差別化や 普段の自身の地上波 TV での食レポしながら食べる姿とは異なる一面を見せており、これまでとは違った新たなファン層を得ている YouTube やテレビでの大食いロケや大食い動画を撮る場合は見ている人をあまり不快に感じさせない配慮で髪が顔に触れないようにできる限り髪の毛を縛って撮影に挑んでいる自宅撮影の際にも食器同士の金属音が ならないようにフォーク等はなるべく樹脂製や木製のものを使用している。また、お店での一人撮影の時は、顔と料理が同じ画角に収まるよう、料理を高い位置に上げるために折りたたみ式の子供用踏み台を携帯している。動画視聴者の8割以上が女性で、中には、つわりで食欲がない妊婦も多く見ているという。反響としては2019年9月24日。 つけぐーランキング一番好きな大食い系 YouTuber ランキングでは開始半年にもかかわらず1位を記録し翌年2020年3月23日ランキングにて公開の最強大食い YouTuber 人気ランキングトップ20でも1位を記録しているまた2019年11月21日に TBS 系列にて放送された桜井有吉座屋会では ゲストの長澤まさみが日課で毎晩動画を見ている、好きなユーチューバーとして番組に登場している。同様に、指原里野やインディアンス田渕明宏も、番組でも、絵野と共演した際に普段からこのチャンネルが大好きだと、公言したべっぷり飲みっぷりを称賛している、中でもパフュームの西脇彩香と妹であるナインの西脇彩香はラジオでも、エアズは西脇家の一番の推しで、 YouTube チャンネルも絶賛していて、YouTube 内でのも、エアズ独特の言い回しのモノマネも披露していた以前に、公開した、自郎系、ラーメン動画をパロディで、モノマネ系 YouTuber がも、エアズのモノマネで、動画公開した時には、大変面白がって自ら、モノマネ動画を拡散し動画にもコメントしている。さらには再度、モノマネ動画が上がった時には、 ものまね動画と同じ商品用意して、自ら、ものまねを真似た動画を公開している。現在の出演番組過去の出演番組、ありがとうございます。